ていきます。ちょっと窓開けてたんですんげえ寒くて、ちょっと鼻風邪ひいたっぽいです。よし、じゃあね、ちょっと更新来たんで見ていきましょう。まあ、しのちゃんの中でね、一番闇が深いと思ってるシーズナルキャラ、まあでも最近、そうでも前はね、圧倒的にこのシーズンキャラはね、一番闇深かったんですけど、最近はちょっと闇深いガチャも増えてきたんでね、なんとも言えないですけどね。こっちで見た方がいいかな。こっち特殊戦技見れないですからね。スキル1が、敵単体に 425% の消滅ダメージ。で、3ターン、腐食ダメージ。必殺が、すべての敵に 400% の、60% の分の放出ダメージ。あれ変わった？で、特殊戦技が、相手に、デバフ系ですね。うん。いや、特殊戦技も別に、あれだね。なるほど、そういうことだ。しのちゃんが仕上げてるあれだ。フェスキング、魔人ヘンドリクセン、もう一枠に入るな、こいつ。ああ、なるほど、そういうことだ。4枠目でもいけんじゃないかな、この特殊戦技。しのちゃん、しのちゃんデバフ好きなんで、フェスキン、魔人ヘンドリクセンも、刻印したんすよ。それくらい育ててるんで、でもね、勝てないからもう使うのやめたんすけど、なんか耐久面に難があったんで、このエレイン入れると耐久面も上がるね、ちょっと。で、ちなみに抱き合わせのキャラは、すげえ、早速ジェリコ入ってんだ。お、やばいじゃん、欲望のリリア入ってんじゃん。この上4体いいっすね。あと、あ、すごい。バレンタインキャラも入ってんじゃん。いらないけど。確率が、うわ、エレインの確率、うわ、最近やばいね。最近さ、グラクロのガチャやばいね。どうしたんだろうね、最近グラクロ。うわ、これはえぐいわ。確率全員一緒。うわー、最近のグラクロやっぱ完全に集金しに来てるね。これ批判あるでしょ、多分。いやー、まあ、どのゲームもだけどさ、ひどいよ。グラクロに関わらずだけど、どのゲームも、ちょっとね、ガチャがひどくなってる。スキップ。もう確定じゃなかったらもうスキップしましょう。ちょっと待って、今さ、エレインの確率しか見なかったっすけど、SS 自体の確率は、 SS 自体の確率 3%。 これさ、フェスガチャより闇が深いじゃんね。これは闇が深いわ。最近さ、なんつーの、やばいね。グラクロやばいわ。ユーザー離れるな、多分。これはユーザー離れるでしょう。だって狙いのエレン引けた。引けてなかった。間違えてスキップしちゃったけど。なんか思わず間違えてスキップしちゃったけど。エレンはエレンでもバレンタインのエレインでしたね。一瞬、新しいエレインかと思ってドキッとしたわ。今のバレンタインだったよね。ちょっとアイコンだけ確認しておきます。今のバレンタインね。赤と緑のリボンつけてるのが、新エレインね。今一瞬ドキッとしたわ。結局ね、
ザ・ワンのエスカノールも一応ね、前回のガチャ動画の後にね、溜まったダイヤで20連かな、プラス20連したら出ましたね。はい、スキップ。これも青は絶対出ないんで、いや、これは闇深いね。さすがに新キャラピック、いろんなガチャエグいけど、どのゲームも。でもね、新キャラの確率上げてこないのはちょっとブラクロだけじゃないかな。よし。まさかの40連で、エレインゲットです。いやー、ちょっとブー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 言ってしまいましたが、結局ね、40連でエレイン取れてます。もう奇跡ですね、奇跡。これは奇跡だわ、神引きと言っていいでしょう。この確率で40連でエレイン引き抜けたのはやばい奇跡だな。結局前回のあのフェスも、うん、やっぱりそうっすね。120連でザ・ワン出てるんで。いや、なんか、しのちゃんのグラクロのガチャ、なんかいろいろ思うところあるけど最近。ただね、SS のね、確率自体はそこまで良くないんですけど、ただね、出るんすよね。SS の引ける確率自体は、どちらかといったら確率割れしてるんじゃないかなっていう感じはしますけど、その確率割れしてる中でもね、一応新キャラは出るんで、サリエル以外コンプはまだ続きます。うん。すごいね。グラクロはそんなガチでやってないんで、試練の塔もね、一応23回までクリアしましたけど、24回強そうだったんで、やめました。超ボスもね、やろうと思って、最終日にやろうと思ってたんですけど、前回のやつ、マーリンのやつ、マーリンだったよね。やろうと思ってたら終わってました。それくらいちょっとモチベーションはね、グラクラはちょっとやること多すぎて、うん、ちょっとモチベーションがね、下がり気味なんですけど、まあそれくらいの一応戦力はね、あります。うん。まあ、そんな感じで、うん。まあ、ちょっと、個人的にはね、弾けると思ってなかったんで、ちょっと嬉しいです。しかも、しのちゃんの好きな、状態異常パーティーに、確実にこのエレイン入ってくるんで、楽しみですね。PVP 全然やんないですけど、最近ももう PVP 最近さ、ミッションですら、速攻リタイアしちゃいます。こんな感じでね、一応キングはね、刻印してるんですよね、ちゃんと。マジン・ヘンドリクセンもちゃんと刻印してます。うん。まあ、そんな感じで、ちょっと楽しみですね。うん。まあ、なんかね、好きなキャラの性能のキャラクターが来たとき、そいつで育ったときは、さすがに PVP あんまりやんないしのちゃんでも、むしろ上級 PVP なんて、もう何ヶ月もやってないレベルなんですけど、ちょっとね、さすがにこういう気になるキャラクターが引けたら、さすがにちょっと PVP で性能試すかな。うん。フェスキン、マジン・ヘンドリクセン、エレインと、あと誰だろうね。まあ、新あたりがいいんじゃないかな。うん。まあ、そんな感じで。うん。いや、マジで嬉しいっす。あ、ごめんなさい。クローゼット見てなかった。一番大切と言っても過言で、あ、すげえ。今回のエレインは独立してるんですね。これかっこいいじゃん。この衣装、珍しくこの衣装いいんで、これ多分買えます。この衣装は買おうかな。
うん。まあ、個別販売されるのであれば、先ほどの黒い衣装だけはね、欲しいかなって感じはしますけど、セット売りしかないのであれば、どうしようかなって感じですね。あ、どうだろう。個別販売されるって書いてないな。お、悪くないね。グラクルにしたら珍しく衣装悪くないじゃん。うん。あ、しかもこれダイヤ販売だ。次、まさかのしのちゃんが欲しかったやつが、ダイヤ販売でした。あ、これも悪くないね。髪型。あ、これいいじゃん。次、妖精って感じ。女王って感じだね。あ、でもこっちかな。うん。これは買っちゃいます。まあ、そんな感じで、うん。ね、ガチャもすんなり引けたんで、この衣装を買っときました。うん。そんな感じで、どうもありがとうございました。